第21回のカプセルプラネールでサスケ部に、今回は史上最強鬼コース、今まで数々の猛者たちを飲み込んできた究極のエリアだけが集まった今回の史上最難関のステージ。では早速コースのご紹介です。第1エリアはチップリング、第2エリアはサーフィンクライム、第3エリアは充電ステージレール、第4エリアは久しぶりの登場2連ブロックレール、第5エリアは2連シャレオ倒し、第6エリアは久しぶりの登場、名前が変わりましたシャレオ回避、第7エリアはスパイダークライム、第8エリア曲がる橋、第9エリアはレール長いし鉄橋板、第10エリアは降りレール、第11エリアは立体レール、最後第12エリアはゴールデンです。12エリア超難関、中には全滅したこともあるエリアも含んでいる超難関エリア。この難関エリア攻略するのは誰の車両だ。ナンバー1番 N700K 行きました。バラ失礼しました。スプリングからサーフィングライムクリアして、さあ充電ステージレールはどうだ。 N700K 初挑戦だ。行きました。初挑戦とは思えない。ナンバー2番東京メトロ1万系行きました。さあチップリング時間がかかったが問題ない。サーフィンクライムはどうぞ連続。ナンバー3番 E5 系連結パーツ付き行きました。さあおっとここで空回りしてしまうとは。4番 EF200 連結パーツ付き行きました。さあバランスリング失礼した。チップリング越えてサーフィンクライム、さあ10連ステージレール日本一安定しているのか問題ない。2連ブロックレールで尖れてしまった車輪を。どうでもいい話ですが今日はカプサスを2本撮りしています。さあそんなことはどうでもいい。ナンバー5番 EF66 行きました。チップリング越えてサーフィンクライムです。登っていく。さあ10連ステージレール、いい感じに駆け抜けられない。最後の一段でやられてしまいました。ナンバー6番 EF200 行きました。さあ第21回目にもなって一度も完全制覇をしていない EF200、 10連ステージレールは安定しているな。さあ2連ブロックレール連結パーツ付きと同じ落ち方。ナンバー7番800系新幹線行きました。さあチップリングサーフィンクライムを登っていく、順当だ。さあ10連ステージレールアットバランス崩した。完全制覇者組大丈夫か。さあ今のところ第5エリア以降に誰も行っていない鬼畜コースを攻略してくれ。ナンバー8番 D51 行きました。 D51 すぐ空回りです。カプサスミニ元最強車両ナンバー9番 N700A 行きました。速いぞ。最速タイムを狙っているのか。さあ10連ステージレール、ものすごいスピード。おっとここで脱落とは。ナンバー10番 E5K 行きました。さあ、まあ、さあサーフィンクライム踊るように登っていく10連ステージレールはこの車両にとっては通過点。おっとここで脱落とは。あらんだ。この車両に全ては託されたナンバー11番 E235 系いい山手線行きました。バランスリングじゃなかったチップリング越えてサーフィンクライムを越えた10連ステージレール、ここで落ちてしまうのは。まさかの第5エリア以降未公開で今大会を終えてしまうとは。今回の最優秀成績賞は初登場の N700A でした。カプサスミニでは初登場、圧巻な走りっていうか、まあ周りのレベルが低すぎたと言ってしまえばそうなのですが、でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。